農地に関しても補助をしますよっていうふうに枠が設けられてるんですね。いわゆる借地料の一部を国が補助してくれる可能性があります。どうもこんにちは、松本です。今経済産業省が出しているいわゆるコロナ支援、補助金、助成金、給付金みたいなものっていうのはたくさんあって、もうどれが自分に該当するのかっていうのは正直よくわからないなっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、そのたくさんある中の一つに家賃支援給付金って言われてるものがあるんですよ。でこれですね、まあ名前の通り、いわゆる店舗を構えている飲食店なんかがお店を出しているっていう時に、そのスペースを借りる時に家賃払ってるんですけども、大抵の場合その家賃の一部を国が補助しますよっていうものが、その家賃支援給付金なんですよ。でこれですね、家賃支援給付金って名前がついちゃってるので、うち別に店構えてないし農業やってても関係ないわっていうふうに感じてしまうんですけども、実はそうではなくて、例えば店舗を構えていて駐車場を借りているって場合ありますよね。でその駐車場も補助の対象になってくるんですよ。でこれを農業に当てはめた時に、いわゆる農地を借りて農業やってますって方多いですよね。でそういう農地も駐車場と、まあ、割と近い位置づけっていう風に捉えて、農地に関しても補助をしますよっていう風に枠が設けられてるんですね。ですのでコロナの影響で売り上げが減少していますっていう農業者いらっしゃいましたら、その農地を借りている借地料、いわゆる借地料の一部を国が補助してくれる可能性がありますので、ぜひ今回内容をしっかりと聞いていただいた上で、あ、俺は該当するわっていう方いらっしゃいましたら、もう紙を1枚2枚3枚、まあ、何枚になるか分かんないですけども、書類を出してさえいれば、申請さえ通ればお金がちゃんと入ってくるっていうものですので、別に審査があるとかっていうよりは該当するかどうかのチェックが行われるだけですので、ぜひ該当するって思われた方は申請をしてみてください。まず今回の動画の流れなんですけれども、まず最初に家賃支援給付金ってどんなものかっていうことをざっくり説明しつつ、誰が対象になるのかということもお話ししていきます。で次に、じゃあ実際に給付額どれぐらいもらえるのかということを計算する、その計算方法について具体的に例を挙げながら解説をしていきます。で最後に必要書類、何と何と何を揃えなきゃいけないのかということを最後にお伝えしつつ、まあいくつか Q&A というか、農業者だったらこういうことがおそらくわからないんじゃないかなということで、経済産業省のホームページいや農水省のホームページなどにある Q&A の中から農業者に当てはまりそうな Q&A いくつかピックアップしてお伝えしていきたいなと思ってます。家賃支援給付金はコロナウイルスの感染拡大の影響によって売上が減少した事業者に対して支払われるもので、いわゆる家賃であるとか地代っていうものの負担、かなり大きい事業者もいますから、その負担を軽減するっていうことを目的に支給されるものです。ですので給付対象っていうのはコロナの影響によって売上が減少した事業者っていうことになるんですけども、ここもうちょっと具体的に言うと、2020年の5月から12月の間で前年同月比のその月の売上が半分以下に落ちているっていう、一月でもそういう月があった場合に該当します。でまたはなんですけれども、その同じ2020年の5月から12月のうちでどこか連続する3ヶ月、例えば5月6月7月とか7月8月9月っていうような3ヶ月連続で、その前年同月比3ヶ月のまあ合算で見た時に 30% 以上落ち込んでいるっていう場合について給付対象になってきます。で誰が対象になるのかっていう部分については、農業者であっても農業法人であっても割と広く対象になってきますので、ここはあんまり気にしなくても、農業やってればほぼほぼ対象になると思っていただければいいかなと思います。
次に給付額なんですけれども、これ実際マックス300万円っていう風になっていて、実際300万円をいただくっていう方は農業者の中にはほとんどいらっしゃらないかなとは思うんですけれども、一応経済産業省ではこのような図が出てますので、これをもとに話を進めていきたいなと思います。でここに出してある図は個人事業者の場合のもので、法人についてはこの給付額とか支払い家賃というこの数字を倍にしてもらえればいいだけなので、まあ、今回は個人事業者向けのものを出しています。でこれ横軸が支払い家賃、いわゆる自分のその経費として支払っている家賃であるとか借地料みたいなものがここに該当します。で縦軸が給付額ということで、実際にいくらもらえるのかということを示しています。これ例えばですけれども、お店をやっていて毎月家賃とか駐車場代として37万5千円支払ってます、毎月37万5千円支払ってますっていう場合については、ここ数字出てるので今言ってますけれども、給付率っていうのが3分の2になってきますので、25万円が支払われるということになるんですけども、この25万円月額かける半年分、6ヶ月分が支給されるんですよ。月の売上が半減しているっていう月が1ヶ月でもあれば、その該当する家賃の6ヶ月分を支払ってもらえるっていうものになってくるので、どこか1月でも半減している、もしくは連続する3ヶ月で 30% 以上減少している場合に、半年分の家賃のうち3分の2を補助してもらえるっていうものなんですよ。で37万5千円の家賃を超えて、例えば112万5千円支払ってます毎月っていう場合については、ちょっと変則的にはなるんですけれども、あれこれ計算した上で上限50万円っていう月額に補助金が決まりますので、それかける6ヶ月分ということで、上限マックスの個人事業者として300万円が支給される、給付されるっていう形になってきます。もう少し具体的に農業者向けに話をするとですね、まあ家賃というよりは地代、借地料の方が大きい農家さんの方が多いかなと思うんですよ。例えば米農家さんなんかは結構だだっ広く広く面積をされていると思うんですけれども、仮に10ヘクタール、12ヘクタールを全て借りて耕作しているとして、10アールあたり1万円の借地料を払っているということをちょっと想像してみてください。10アールあたり1万円ということは、12ヘクタールという面積になると120倍ですので、単純に120万円の借地料が年間で発生するんですよ。でこの場合は、まあ、これ年間の借地料なので、12で割って月あたり10万円の借地料を払っているっていう計算になりますよね。でこれにプラスして、じゃあ家の方も実は家を借りてます、持ち家じゃなくて借りてるんです、アパートで暮らしてます、マンションで暮らしてますっていう場合、これ例えばですけども、家賃8万円払ってますっていうことになれば、それが月の家賃8万円ということですので、地代の月あたり10万円と家賃の月あたり8万円で、月に家賃地代含めて18万円を支払っているということをちょっと考えてみてください。そうすると先ほどの図に照らし合わせた場合、18万円ですと給付率は3分の2になりますので、計算をすると18万円の3分の2で12万円が月あたりで給付されるということになりますよね。でこれの6ヶ月分ですので、 12×6 ヶ月ということで72万円が給付金の金額になってくるということなんですよ。で申請に必要な書類なんですけれども、まあ、今回は個人事業者の場合だけちょっとお伝えしておきます。法人の方はまた調べてください。で個人事業者の場合については、1から6まで、要するに6つの書類が必要になってきます。で1番2番の誓約書宣誓書っていうのは、ちゃちゃっと確認をして書く、さらっと書けばいいだけですので、もちろん内容はしっかりと見なきゃいけないですけれども、この辺は特に難しくはないんですよ。で3番目の賃貸借契約を証明する書類っていうのが、要するに
農地を貸し借りしてますよっていう証明が必要になってきます。その農地法3条での契約であったりとか、借地あのいわゆる利用権設定をしていたりであるとか、最近ですと農地バンクを通して契約している場合であっても書類を交わしていると思いますので、その貸し借りをするっていう契約した書類はそれは必要になってきます。で、4番目として売上が減少してますってことを証明する必要がありますので、その辺の書類提出が必要になってきます。で、これ具体的には確定申告書類、いわゆる2019年の確定申告書類であるとか、今年に関してはまだ確定申告終わってませんので、売上台帳なんかをつけているというものを、それを提出する必要があります。この辺はあの持続化給付金とほぼ同じになりますので、またあのそちらの動画を参考にしていただいてもいいですし、まあその辺は調べればすぐに出てくると思います。5番目として家賃であるとか借地料を支払ったっていう証明が必要になります。これは例えば銀行振込でその家賃支払ってますっていう場合は、その通帳の写しであるとか、借地料であれば地主さんとその、まあ、お金のやり取りをした時に出てくる領収書みたいなのは必要になってきます。で、最後6番目は本人確認書類ということで、まあ、運転免許証とかあの マイナンバーカードみたいなものがあればいいっていうことで、1番から6番まで揃える必要がありますので、この辺若干多いかなと思います。持続化給付金の場合はその賃貸うんぬんかんぬん借地料のその実際支払った領収書みたいなものはありませんし、あちらの場合で言うと確定申告書類と売上台帳があればそれで OK みたいなところになってきますので、若干書類は増えますけれども、とはいえまあ実際にその書類がしっかりと手元にあれば、まあすぐにでも申請できるような状態じゃないかなと思います。で、申請期間については今年の7月14日からも始まってはいるんですけども、来年の1月15日まで受け付けてます。まだまだ半年ぐらいは受付をしていますので、あの今年5月から12月の中のどこか一月でも売上がガクッと半減したとか、3ヶ月間の合算で 30% 去年に比べると落ちてるっていうことが、この先もまだまだある可能性がまあ実際あると思いますので、とりあえず家賃支援給付金あるなってことを頭に入れてもらってですね、こっから先もあしまった影響出たっていう時には、そういえばってことで思い出して、じゃあ申請しようかなっていう流れに持っていけるとまあいいかなとは思うんですよ。最後に Q&A として農業者であれば出てくるだろうなっていう疑問点についていくつかお答えしていきたいなと思います。で、一つ目はですね、あの農地を借りる場合にそのお金のやり取りではなくて、例えばその10アルあたりで米1俵分支払うみたいな形で物納している方もいらっしゃるかなと思うんですよ。そういう場合はどうなのって、その物納した米をお金に換算して借地料として計算していいのっていうふうに思われるかもしれないんですけど、これはダメなんですよ。やっぱり金銭のやり取りがあったものに対してその金銭的な補助を出しますよっていうものになってきますから、物納に関しては今回のこの支援金制度については NG っていうことになってます。で、あと借地料についてなんですけれども、その契約内容が農地法の3条での契約じゃないとダメなんですかっていうのもちょっと気になるかなと思うんですけれども、これ実際はあの農地を借りる時の契約っていうのは3パターンあって、農地法3条を使う場合と利用権設定を使うっていう場合と、その農地中間管理機構いわゆる農地バンクを使う場合と3パターンあって、それぞれ契約があります。で、これ3つともどれでも契約書、その契約したっていう内容さえ証明できれば該当しますので、特に農地法じゃないとダメっていうことはないですね。で、最後にもう一つ、自分のところの農地っていうのはどうなんですかっていう話については、これは自分の持っている土地に関して、もしくは自分の家に関しては、特に家賃を払ってる、借地料支払ってるっていうことはありませんので、これも該当しません。あくまでも借りてその家賃であるとか借地料支払っているっていうものに対しての補助っていう感じになってきますので、まあ自己保有のものについては対象外っていうことになります。
というわけで家賃支援給付金についてお伝えしてきました。まあこの名前からすると一見すると農業者関係なさそうな感じには見えるんですけれども、そのよくよく見てみると、あ、これ地代家賃、いわゆる決算書で地代家賃に含んでいる金額というものが該当してきますので、農地もう含んでいるってことはこれ聞かないと気づかないんですね。で、農水省の方も実は農地も含まれるんですよってことをしっかりとホームページの方でも告知はしているんですけれども、そもそもホームページ見ないっていう方は気づかないですし、その JA の方でどれぐらい浸透させているかはちょっと把握してないんですけれども、意外と知らない方も多いんじゃないかなと思いますので、今回お伝えしてきました。ぜひ該当する方がいらっしゃったら、本当に申請をするだけで確実に該当すればもらえるものですから、もらえる方はしっかりともらって、今後の活動に少しでもプラスになればいいかなと思います。参考にしてみてください。